右から手を出しました。これを次左から出しています。で、止める位置は足です。じゃあ一回やってみるので見ていてください。左から足を打って足、その時に今体の形は三角形になっていると思います。自分の剣と後ろ足、頭が三角形になるように工夫してみてください。で、この後まだ、攻撃が残っているので後ろ足は前に持ってきてください。では3回やってみます。構えと左から足を寄せ足戻る、左から足を打って足戻る、左から足を打って